ターセンテニアル・ブラウンはアメリカ合衆国の野球選手。主なポジションは投手。インディアナ州生まれ。宇藤良だ。ニックネームはスリーフィンガー。手にハンディキャップを追いながらメジャーリーグで239勝を挙げた。通算防御率は2010年現在メジャー歴代3位である。ブラウンは7歳の時、叔父の農場にあったトウモロコシ粉砕機に手を挟まれ。 人差し指と小指の先を切断する重傷を負い、さらに指の骨折が重なって、中指が小指方向に曲がった状態でボールを投げていた。ブラウンの右手の状態と球の握り方インディアナで、交付をしていたブラウンは、1901年にインディアナ州のマイナーリーグで好成績を残した後、1903年に26歳で、セントルイスカージナルスからメジャーデビューする。 ストレートの他にチェンジアップと大きく陥る変化球を投げていたとされ、多くの書物ではその球種をカーブとしている。しかし、ブラウンの手の状態から横に曲がる変化球が投げにくかったことは想像に難くなく、またワールドシリーズで彼と対戦したタイカップは次元の中でブラウンはフォークを投げていたと証言している。シカゴ株水後の1904年から安定した投球を続け、 この年、防御率1.86をマーク。以後1910年までの7年のうち、6シーズンは防御率1点台という活躍をする。この間カブスは1906年から1908年までリーグを3連覇し、1907年と1908年のワールドシリーズはタイカップラを擁するデトロイトタイガースを2年連続で破り、ワールドシリーズ連覇を達成した。 同じ電動入り投手であるクリスティ・マシューソンとの投げ合いが有名で、投手部門リーグ1位の回数は、マシューソンの方が多いが、二人が投げ合う試合においては、逆に、ブラウンの方が戦績が良く、9連勝したこともある。1911年には、メジャーリーグ史上初の年間2桁セーブを挙げた。1914年には、新興のフェデラルリーグに移り、 リーグ消滅後の1916年にカブスに戻り現役を引退する。ブラウンの最後の登板は1916年9月4日のことで、くしくも相手のクリスティマ・シューソンもこの試合が現役最後の登板だった。引退後は故郷インディアナに戻って1945年まで給油所を経営していたり、地元マイナーリーグの監督やコーチをしながら、 ゲームやエキシビションで10年以上投げ続けていたという。晩年は糖尿病や脳卒中を患っていた。1948年、インディアナ州で死去。翌1949年、ベテランス委員会により、アメリカ野球殿堂入り選手に選出された。ありがとうございます。